出口の約8割が電話からの入り口になっているといったところで、我々もですね、非常にこれに関してはですね、遺憾に思っているところでございます。NTT 西日本は、愛知県警と連携して、特殊詐欺の被害を防ごうと啓発活動を始めました。今日は NTT 西日本東海支店で関係者らが出席して、啓発活動の開始式が開かれました。この後、NTT 西日本の担当者らが大須商店街を訪れ、被害防止機能付きの電話機や留守電を設定する対策などについて記載したチラシを配布しました。NTT 西日本は電話機などの修理で愛知県の顧客を訪問した際、特殊詐欺への注意を呼びかけるチラシを半年間でおよそ7000枚配る予定です。